皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプ前大統領の声明をご紹介します。2022年5月9日、ICYMI、トランプ支持の候補者がインディアナ州予備フライでのおはようを支配する。シェーン・ハリスの記事全部をここで読んでください。5月9日、ICYMI、独占、ラッセルフライ、トランプの支持以来、キャンペーンのエネルギーは信じられないほど、 でした。ジョーダン・ディクソンの記事、全文をここで読んでください。5月9日、ICYMI。ユダヤ人は彼らを捨てた党を捨てるべきです。モニカ・クロウリーの記事、全文をここで読んでください。5月10日、ジェームズ・コーマー会員議員への指示。ジェームズ・コーマーはケンタッキー州の第一会員議員地区の人々にとって素晴らしい会員議員です。監視委員会の主任共和党員として、 ジェイミーはハンター・ウメダの露骨な腐敗を隠蔽することからアフガニスタンから彼らのひどい撤退を失敗させることまで、ウメダとラジカルレフトがアメリカを失敗させた責任を負わせるために懸命に戦っています。ジェイミーは軍隊を強化し、退役軍人を保護し、経済を成長させ、アメリカの農業を促進し、憲法修正第2条を守るために一生懸命働いています。 ジェームス・コーマーは保守的な選手であり、彼は私の完全かつ全幅な支持を持っています。5月10日、ブレッド・ガスリー会員議員への支持。ブレッド・ガスリー会員議員は、ケンタッキー州の第二期改築の人々を代表する素晴らしい仕事をしています。ウエストポイントと言える大学を卒業したブレッドは、私と私の政権と緊密に協力して、 私たちのコミュニティへのフェンタニルの違法な流入を阻止しました。ブレッドは私たちの軍隊と退役軍人を強力に支援し、憲法修正第2条を擁護し、国境警備を熱心に支持する保守的な戦士です。ブレッド・ガスリーは私の完全かつ全幅な支持を持っています。5月10日、トーマス・マシー会院議員への支持。 トーマス・マッシー・ギは、ケンタッキー州の第4議会地区の保守的な戦士です。マサチューセッツ工科大学の卒業生であり、憲法の一流の擁護者であるトーマスは、あなたの自由、特に極左によって包囲されている第一及び修正第二条を保護するために懸命に戦っています。国境と私たちの軍隊と退役軍事に強いトーマス・マッシーは、 私の完全かつ全幅なる支持を持っています。5月10日、ハル・ロジャーズ会議員勤への支持。ハル・ロジャーズ会議員は、ケンタッキー州の第5議会地区の人々のたゆまぬ支持者です。勇敢な陸軍周兵のベテランであるハルは、軍隊と退役軍人を支援し、経済を成長させ、憲法修正第2条を守り、致命的なオピオイドのコミュニティへの 人身売買を阻止するために懸命に取り組んでいます。ハウスの部学長として、春は私たちの国とケンタッキー州に見事に奉仕し続けています。春、ロジャーズは私の完全かつ全幅なる支持を持っています。5月10日、アンディーバー会議員への支持。アンディーバー会員議員はケンタッキー州の第6会員議員地区の素晴らしい議員です。 アンディは私たちの経済を成長させ、国を守り、軍隊を支援し、憲法修正第2条を守り、勇敢な退役軍人にふさわしいケアを提供するために戦っています。アンディ・バーは私の感染かつ全幅なる支持を持っています。スコット・ペリー会議員への支持、5月10日です。スコット・ペリー会議員はペンシルベニア州の第10議会地区の人々にとってアメリカ初の戦士です。 フリーダムコーカスの会長として、スコットは私たちのマガアジェンダの途方もない支援者です。支持者です。彼は国境警備を強力に支持し、憲法修正第2条を擁護し、私たちの軍隊と退役軍人を保護し、厄介な規制を排除し、アメリカの価値観を支持します。スコットは大胆不敵な保守派であり、彼は私の完全かつ全幅なる支持を持っています。5月10日、 ロイド・スマッカー会議員への指示。ロイド・スマッカー会議員はペンシルベニア州の第11議会地区の人々の素晴らしい代表者です。ロイドは私たちの経済を成長させ、税金を引き下げ、負担の大きい規制を撤廃し、軍隊と退役軍人を支援し、憲法修正第2条を保護及び擁護するために精力的に取り組んでいます。ロイド・スマッカーはアメリカ人を第一に考えており、 彼は私の完全かつ全幅なる支持を得ています。5月10日、ガイ・レッシェンターラー会議員への支持。ガイ・レッシェンターラー会議員はペンシルベニアの第40議会、第14議会地区の人々にとって素晴らしい選手です。私の政権の間、ガイは司法委員会と規制委員会の委員を務めている間、 極左の無限の魔女狩りに対して私たちの戦士であり、彼は極左に責任を負わせるために戦うことを決してやめませんでした。彼は雇用の喪失、アメリカのエネルギー促進、アメリカの価値観の維持、及び憲法修正第2条の保護と擁護に、憲兵に取り組ん、懸命に取り組んでいます。ガイ・レッシェン・ターラーは、魔が保守派であり、彼は私の完全かつ全幅なる支持を持っています。 5月10日、マイク・ケリー会議員禁への指示。マイク・ケリー会議員勤はペンシルベニア州の第16議会地区の人々の驚異的な代表者です。彼はアメリカのエネルギー自給と天然ガスの熱烈な支持者であり、私たちの経済の成長、税金の引き下げ、国境の確保、軍隊と獣医の支援、そして憲法修正第2条の 保護と擁護に取り組んでいます。マイク・ケリーは常にアメリカを第一に考えており、彼は私の完全かつ全幅なる支持を持っています。以上今回はここまでです。ありがとうございました。それではまた。